9日、大村坊と2日目、田口節子がパッとしないエンジンの調整に苦戦している。2日目終了時点で2、5、4着とここまで白星はまだ手にしていない。寺調整は、2日目もまた別の調整でいったけど何か違う感じで全部の足が中途半端になっている。しっくりこない気力にコ節は投げきぶし、でにいろいろ試しているので調整をどうするか迷っている。 それでも得点率15位タイとまだ反撃が間に合う位置。1枠も残している。当ーチは前回 V など実績十分な水面で、このまま終わるはずがない。必ず上昇への道筋を見つけるはずだ。